こんにちは。今回は明治神宮を隅々まで歩きます。境内の航空写真、ここに南池がありますね。そして東池で、さらに北側に、北池があります。3つの池があるわけですね。その水源を探査いたします。私の街歩きはですね、六本木だったり麻布だったり、赤坂だったり、谷間を巡る街歩きが多いんですけれども、もともとですね、どういった姿でそこに谷ができているのか、これをチェックしたいと思いました。それにはね、明治神宮に行くのが一番なんですね。 Google マップで地形を出してみますね。ここに清正の井戸があります。ここから南池に水流が通じています。北側にも、そしてさらには南池の南側のバードサンクチュアリ、代々木公園内の水源もあるようです。ちょっと立体的に見てみると、ここが南池なんですけれども、でこの部分が北側の谷ですね。で、こっちに行くと清正の井戸、これは明瞭なですね、黒糖地形が見て取れると思いますね。でさらにバードサンクチュアリの池があって、3つの水源からなる状態ですね。バードサンクチュアリは隣接する代々木公園内にありますね。ちょっとバードサンクチュアリ方面を見てみると、ここに明瞭な谷がありますね。はい、こんな感じでございますね。地下鉄の駅を降ります。明治神宮前駅ですね。こちらは JR の原宿駅。ここから神宮橋を渡って明治神宮の境内に入っていきます。交通の便がいいですね。明治神宮の参道でございます。正月の三が日なんか行ったら大変なことになりますね。この日は土曜日の朝9時過ぎぐらいですかね。はい、参道を歩いていくと早くも橋が見えてきました。この右手が下流方向ですね。で、覗いてみると見事に渓谷となってますね。向こう側はちょうど原宿駅ですね。この清流は原宿駅の真下を暗渠となって渋谷川の方向に流れていきます。でこちら側が、上流ですね。遡ると南池に通じています。南池からの清流ですね。これね、都会にいるとは思えない、こういうふうにね、綺麗な水が流れ下っていくんですね。明治神宮の森、これなんか自然林に感じるかもしれませんけれども、8割方の樹木が人工的に植えられて、今はこういうふうにうっそうと茂ってるんですね。明治神宮が造営された時に、この明治神宮の森も作られた、人工的に作られたということになるんですけれども、これはね、一の鳥居ですね。日本で一番大きな木の鳥居だということなんですけれども、樹齢1500年のヒノキが材料に使われてます。台湾から運んできたようですね。でこの明治神宮の森がですね、今は水源の、寛容林になってるわけですね。はい、まずは南池を目指します。南池の、最も顕著な、誰が見ても分かりやすい清正の井戸ですね。井戸水が湧いているところを見てみたいと思います。別途500円の料金を払って中に入りますと、この森がですね、だんだんと下っていくのが分かると思います。ここから階段になって急な斜面を下っていきます。東京の街歩きでもね、至る所に階段があったりするんですけれども、その階段はどうしてそこに階段があるのかというとですね、今歩いているように地形がそうさせているわけですよね。階段を下ったり、あるいは階段を上ったり、毎日それを繰り返しているのは、こういった北東地形というんですけれども、それに由来しているわけですよね。はい、谷底に降りてきました。谷底にはね、水流がありますよね。これを下っていくと先ほどの橋に通じるわけですね。はい、そして東屋のあるところから南池を見ることができます。川が一時的に滞留して池ができているということですね。静かなところですね。東京のど真ん中とはとても思えない雰囲気ですね。もうちょっと池がよく見えるところに移動します。木の橋を渡りまして、下流方向は原宿駅方向、こちら側ですね、になります。はい、ここがですね、一番南池をよく見ることができるスポットですね。なかなか広々とした風景です。水草が光って綺麗ですね。向こう側にですね、代々木公園があると思われます。向こうの左側っていうのかな。で、向こうの右方向に行くと、清正の井戸がありますね。今ちょうどカメラを向けている方角が代々木公園のバードサンクチュアリ方向だと思われます。やっぱり谷が通じてますよね。で、私は右奥に行くということになりますね。そしてね、皆さん、ここからね、想像力を非常に豊かにしていただきたいなと思います。今歩いているところですね、南池の見取り図です、この辺りを歩いているわけなんですけれども、展望スポットですね。ここをずっと歩くと清正の井戸の方向に、ここ清正の井戸ですね。で、この歩いているこの一帯っていうのかな、もしもね、住宅化がなされていたらどうなのかなというようなイメージで風景を見ていただければなと思います。歩いているところに軒並み住宅があるというふうにイメージしてください。ここは菖蒲田なんですけれども、菖蒲が植えられているんですが、菖蒲の代わりに水田が広がっているというような光景、風景で見ていただけないかなと思いますね。明治時代とか大正時代だったら、ここは水田だったはずなんですよね。で、水田の周りに集落が形成されると。ここですね。で、だんだんですね、時代が下るにつれて、水田が都市化されて、谷底に住宅地が、形成されるわけですね。で、高台の上にも住宅ができて、高台と谷底をつなぐ通路にですね、階段が設けられるというような形になりますね。これが菖蒲田なんですけれども、完全に国東地形であることがよくわかりますね。で、どんどん時代が下るとですね、谷底の集落は再開発から取り残されて、昭和時代の面影を残すんだけれども、崖の上にはですね、ビルがどんどん建って、平成・令和の世の中になるとタワマンがこう立ち並ぶというような風景に展望していくわけですね。そういうことを想像しながら、この地形を見て歩くと非常に面白いですね。赤坂とか六本木とかですね、麻布とか、そういう場所で、見た風景とこの今のまさに原風景ですよね、自然本来の姿との対比というのをこう頭の中に思い描きながら、散歩をするわけですね。そうすると非常に楽しい水源地巡りとなりますね。東京の谷っていうのはもともとはこういう風景がどこに行っても広がっていたということが想像つきますね。いやー、それにしてもね、今歩いてるところはね、原宿の竹下通りから500メーターも離れてない場所なんですよね。あまりにも違う風景が広がっているので、知ってはいるんだけれども、僕もちょっと戸惑いを隠せませんね。ここは水が流れてますね。下流に向かって。だから僕は今、どんどん上流に向かって歩いてるというのがよくわかります。いよいよ谷の源頭部にやってきました。清正の井戸に到着でございます。この清正の井戸はですね、自然にこう湧水が湧き出しているっていうことではなくて、実は明治神宮の本殿の西側の辺りに溜まった地下水をですね、上手にここに導いて、ここからまあ湧き出しているような形に、なっているということなんですね。最初はね、自然の湧水かと思ったんですけれども、そうではないんですね。ですから大雨の後なんかは少し水が濁ることもあるそうです。そうは言っても、完全にここから湧出しているように見えるんですよね。お見事ですね。そしてなんと綺麗な清らかな水なんでしょう。この丸い桶のですね、左奥から、地下水がね、溢れ出てくるんですね。めっちゃ癒されます、これ見てると。黒糖地形の源頭部ですね。で、階段がありますよね。高低差がそれなりにあるということですよね。ですから、もし周囲がですね、住宅地だったら、どんな風景だったのかっていうのはですね、それなりに想像つくと思うんですよね。ここから湧出させて、どんどん谷を流れ下っていくわけですね。はい、清正の井戸の水源でございました。そうしたらね、南池のもう一箇所のですね、水源となる代々木公園のバードサンクチュアリに向かいたいと思います。こちらは途中の菖蒲田の風景ですね。蝶々が気持ちよく羽を休めておりました。昔の東京だったらね、こういう風景を見ることができたんですね。今はこういった場所は全て住宅地で埋め尽くされているというような状態ですね。では、明治神宮隣接の代々木公園のバードサンクチュアリをちょっと見てみましょう。こちらが代々木公園ですね。ここに側溝があって、雨水をこの少しくぼんだところに流すようにしてますね。ご覧のように代々木公園内にも高低差があって、ここが谷になってるんですね。少し高低差があるのが映像からもわかると思います。ここを下っていくとバードサンクチュアリの池に至ります。はい、こんな感じでございますね。池が出てきました。谷の地形、これは明確に今でも残ってるわけですね。これがバードサンクチュアリの池ですね。まあ、本来はね、自然にこう池ができるような状況だとは思うんですけれども、今は人工的に管理されてる感じがしますね。というのも、この池の水はですね、暗渠で南池に通じてまして、南池の水質とかね、水量とか、そういうものを調整する役割が今、このバードサンクチュアリの池にはあるということのようですね。こちらの看板を見てますと、オオタカって載ってますね。オオタカがね、生息してるんですかね。ちょっと私もそれは初めて知りました。そして、樹林の環境についても興味深い記述がありましたね。代々木公園の森と神宮の森の違いがよく分かりました。はい、ということで、バードサンクチュアリの水源でございますね。この水がね、代々木公園のどこからやってくるのかはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、とにかくいろんなところの水を集めてバードサンクチュアリの池に流してるんでしょうね。本来的には谷の地形からすると、ここに、自然にこう池ができるようにはなってると思うんですけれども、現在は人工的に管理されてますので、まあ、こんな具合になってますね。そして明治神宮の森との間ではこう柵に覆われて、少し盛り土がされていて、明確に区分けがされてました。この向こうが南池に通じています。ということで、まずは南池の探索でございました。はい、南池を後にしまして、つつじ山というふうに今表現されてましたけど、山になってるわけですね。階段で北東地形から脱出しまして、高台の上にやってきます。明治神宮の二の鳥居ですね。先ほど見た清正の井戸のですね、地下水。これはこの本殿の西側の水を集めているということですので、今歩いている地下、足元ですね、まあ、知らないところで水がじわじわと流れているということですね。そして私はその西側じゃなくて、今度東側ですね、東池に向かって歩いていきたいと思います。東池はね、非公開なんですよね。清正の井戸みたいに公開されてないというか、近づくことすらできないのが東池でございます。この地図を見てください。これは南池ですね。今ここから清正の井戸に行ってですね、清正の井戸と本殿近いでしょう、ね、この地下水が清正の井戸で、これから東池に向かうということですね。その後は北池に向かっておしまいと。東池のこれは谷ですね。かなりね、深い谷が形成されてまして、木々の間から水面をね、ちらりと覗くことができました。警備員のおじさんにね、東池に降りることできないのかって聞いたんですけども、やっぱり全然道はなくてですね、降りられないってことをおっしゃってましたね。で、その東池の位置なんですけども、南池からちょっと北側にこの位置にあるわけですね。ここですね。航空写真を見てもね、樹木が生い茂ってて、水面がね、ここに一部ちらっと見えるだけなんですよね。それだけ谷の深いところに東池があるわけですね。東池の隣はもう山手線です。だから山手線の下をね、暗渠で水を抜いてるわけですね。で、やってきたのがその暗渠の入り口になるところですね。これが明治神宮の水の出口になってる部分ですね。向こう側が東池。唯一ここからしっかりと池の様子を見ることができました。で、水が少しずつ下っていきますね。で、コンクリートパイプの中に吸い込まれるようになってます。ここから暗渠だということがよくわかりますね。そして反対側を見るとですね、山手線が走ってるわけですね。この山手線の下をくぐって渋谷川に向かって、この東池の水は流れ出しているということになります。東池はね、池の中で今でも水が自然に湧いているということのようですね。全体としてじわじわ湧いてるんじゃないでしょうかね。まあ、急な崖なので降りることは全く不可能ですね。まあ、東京の人はね、ああいった急な崖でも平気で住宅地にしちゃいますから、すごいもんですよね。ということで、東池を後にしまして、最後の目的地、北池に向かいます。北池方面はね、人が少なくなってね、より一層気持ちの良い散歩道になりますね。はい、いよいよ見えてきました。北池に架かる橋ですね。この左側が上流側になります。そして右側が下流側。下流側のね、一番奥に行って、水がどういうふうに流出しているのか確認しようと思ったんですけれども、まあ、道がつけられてないので分かりませんでした。まあ、実は向こうはね、森の向こうは高速道路なんですよ。ですからこの池の水は、暗渠として、まあ、地下を通って、やはり地下のトンネル化された渋谷川に向かって流れていくわけですね。と、こんなところに水鳥がいました。いや、いいですね。池とかね、自然に準ずる環境が残されていれば、こういった鳥がやってくるんですね。当然ながらね、住宅化されてしまうと、こういった風景は全く見ることができません。まあ、頭の中でですね、この池の周囲にも住宅地が密集するということを考えていただくと、今の住宅街がどんな成り立ちなのかわかると思いますね。さて、北池の航空写真ですね。ここに池が2つ並んでますね。まあ、つながってるんで1つですけども。で、これから上流部にこういうふうに歩いていきます。最上流部は森の中なんですけれども、この下流は暗渠となって地下の渋谷川に注いでいます。地形図を出してみますとね、少しまた分かりやすくなりますね。はい、北池。ここに谷があるのが分かりますね。この水源を、ここを上流に向かって歩いていくわけですね。いやー、気持ちのいい芝生ですね。これが宅地化されてたらですね、今歩いてるところはもう住宅が密集しているということになりますので、昔の東京はこんな感じだったんでしょうね。いやー、本当に気持ちいいですね。なんか岩が露出してる部分があって、まあ、そこで私もね、この上に乗っかって池を眺めようと思ったんですけれども、幼稚園児に占領されておりました。楽しいでしょうね、こういうところで遊ぶとね。そしてで、水がどこから出てきてるのかがですね、ちょっと不明瞭だったですね。谷の地形はね、はっきりとわかるんですけれども、この水が、さらにね、上流部に、川の地形となって現れている部分があるので、そこをね、遡ってみたいと思います。大雨が降るとね、川になるんでしょうね。その川の最下流部、池の入り口の部分はこう木がうっそうと茂ってまして、おそらくこの辺りでじわじわと湧いてくる水もあるんじゃないでしょうかね。そして僕は川の跡をたどります。あ、出てきましたね。これが川の跡ですね。いやー、いいね。都会の真ん中にこういう沢みたいな、ちょっと水が溜まってる部分もありますね。ほらね、こういうふうにじわじわと染み出す水なんかもあるんじゃないでしょうか。大雨の後とかにね、もうちょっと顕著に水が染み出てくるのかもしれませんよね。気持ちいいな、これ。木漏れ日の中でね。こういったところにね、湿った岩が露出しておりまして、まさに上流の雰囲気がね、満載ですね。はい、ということで、北池の探索を終了したわけなんですけれども、やっぱりね、この川の跡はね、行けるところまで、登ってみたいと思いますね。明治神宮で沢登りですよ。いやー、来てよかった。石がね、こうやってゴロって落ちてまして、上流の雰囲気です。いやいやいや、最高ですね。誰もね、こんなね、川の跡をね、遡る人はいないと思いますね。気持ちがいい。お、ここになんかパイプが見えますね。こういった形で周囲から地下水をうまくこの川の跡に導いているのかもしれませんよね。清正の井戸と同じ方式かもしれない。いやいや、最高ですね。大雨の後の明治神宮っていうのも一度訪問してみたいですね。で、川の跡がだんだんと不明瞭になってきて、それでもしっかりね、ここに橋みたいな形で石畳がありますね。で、さらに上流部は森の中に消えていきます。だから大雨の時だけしか水路が出現しないというわけですね。はい、ということで、大変有意義な明治神宮の水源探索でございました。東京のね、谷間とかね、住宅街がどのように形成されたのかね、そのルーツを探ることができました。有意義でございました。今回もご視聴ありがとうございました。